るわかるよ。気になっちゃうよね。今は追い風評価が多くても、風向きが変わった時が怖いわよ。そこには顔真っ赤で、おめえら全然芋サラダ先生のことを分かってないから、と書き込む先輩の姿が。しかもそれを同じ IP でやっちゃうのがお兄ちゃんだよね。好きが多いからね。悲劇を招かないためにこれからも頑張らないとね。こうきくん、そろそろ行こっか。ご飯食べてくるの？作家先生っぽくなってきましたね。大人のお店もそろそろですか？編集長さん、ニコニコだったね。お待たせしました、なるみさん、録音時さん。お疲れ様です。そういえば、この三人が集まるのは初めてですね。改めて、よろしくお願いします。お願いします。次元クエストみたいなものですね。たまたまログインした時間にあの辺のレアモンスターがいただけです。どうぞどうぞ楽にしてください。この後は19時で予約しておきましたから。編集長が懇意にしている、普段は芸能事務所の社長を連れて行くような料亭を予約しておきました。それでは向かう前にすっきりとお仕事の話を済ませてしまいましょうか。そうですね。綺麗に単行本一冊分で終わった方がいいという先生のご提案には納得できるものがありますから。了承してもらえたんですね。よかった。はい、しばらくは単発エピソードに戻しましょう。
思い入れ強そうだったもんね、コウキくん。はい、受け取りました。後ほど確認させていただきます。書き足りない。確かにそうおっしゃりましたよね。安心しました。なるみさんがあまりに消極的なので、てっきり妹愛が燃え尽きてしまったのではと危惧していました。ご安心ください。私も全力でその情熱をバックアップさせていただきます。幸い、いくつか打診もいただいています。手始めにドラマ CD あたりから始めてみましょうか。原作者の脚本ということで話題も呼べるでしょう。時期的にももうすぐ夏休みのはず。のるみさんの執筆時間は 300% 増しの見積もりで大丈夫ですよね。実は、ウェブの方にも力を入れたいと考えていまして、どうでしょう。スピンオフということで、楓メインのスピンアウトを走らせてみませんか。具体的には楓が魔法少女に変身します。ドラマ CD にスピンアウト、すごいよ。こんなのってあるんだね。我々はチャンプですよ。ウェブ版の方はどうしますか？さすがに無理ということでしたら、監修だけに留めて、こちらで作家を用意する形も可能ではあります。あ、そういうのもあるんですね。知れないんですけど、私はできるだけ自分でやりたいです。他の先生を信用してないわけじゃないんですけど、まだ私は作家としては駆け出しですし。全く問題ありませんよ。お二人のその熱い気持ちを待っていたくらいです。二人？ああ、ごめんね、私が勝手に。作品が大きくなっていけば、その機会はいくらでもありますよ。二次創作や、映像化、とか。では、早速ドラマ CD とスピンオフの話も、近々で進めていいですか？やっと帰ってきた。